はい、こんにちは、タムです。今回は未開の大地28のガチパ編成の紹介をしていきたいなと思います。はい、でこのクエストは普通のビーラ同様、ダメージを食らうごとに攻撃力がアップしますね。でプヨを倒すと天使が出てくるんで、一回ね呼び出して HP 管理をさせてあげてください。でここでね SS を貯めに行くのもありだと思ってます。はい、完了ですね。でここもしっかり倒し、バジリスクを倒しています。バジリスクを倒さないと透明化は解けませんね。で、イタドリの SS を貯めます。ここを突破する前にイタドリを左下か右下に置きたいですね。で少しだけ削ってイタドリをゲージを外してあげて下に配置します。エビスの弱点効果アップ SS、 これ打つんですけども、別にこれ打たなくてもイタドリでワンパンできるんで、別にねエビスは編成しなくて OK です。でこのボス1のプヨは下のプヨだけ倒せば OK です。はい、うちね、これは打たなくて OK です。打たなくても普通に余裕でワンパンできるんで。とりあえずちょっとワンパンできるかちょっとよく分からなかったんで、これ弱点効果アップさせに行ってますね。でこれイタドリの SS 打ちます。イタドリにね遅延無効の紋章をつけておくと安定しねできると思うんで、僕はおすすめしますよ。はい、これでワンパンです、うん、右下上のスモーク当てにしちゃうと、これねたまにねスモークがね当たってない判定されてるんですよ。だからさっきのやった通り横間で2フレしてスモッグを浴びてワンパンする方がいいと思います。